恥ずかしがらないで、もちもちしないで、おでんねね、あらまどうしてけど、でもわかるけど男の子でしょ、だからね、こっち向いて、隠したりしないで、何でも打ち明けて、おバカさんね、だってそんなまさかを、最から男の子でしょ、だからね、私に話して感じでした。